1000円対決。昨日の動画ではまずゆあが買ってきたものを紹介しました。今日はママが買ってきたものを紹介します。ちょっとだけ昨日の動画をご覧ください。100円対決を久しぶりにやりました。スクイーズも買ったので、その動画は概要欄を見てください。レジに行ってやばいことがありました。本当にマジで書いてない。ママいきますね。ママの一つ目がこちら200円商品なんですけども、そうこれなんとこれ開けると小物入れになっています。そうでね、ママどうやって使うかって言ったら、台所にこう立てて、調味料とかちっちゃいこう袋系のものをここに入れて、お茶っ葉とかねしまって、そうすごいカフェ風のキット。びっくりした。チークかと。ねえねえこれさ、花これで一気にママちょっともう500円いっちゃうんだよね。これねちょっと感動したことが、この細いのをここの太いじゃないな、大きいのにここに置いたら、見てすごい可愛いの。キラキラすごいね、キラキラなケースが完成して感動して、ちょっとまあこれで一気に300円いっちゃうのは悔しいんですけど、使えるので使います。なんだそれ。大したコメント出ないな。これでも使えるので使います。それ使えるから買った。もう500円いっちゃった。嘘。もう500円。これママ見て、これさ、これうまくできたよこの。あ、本当だ。じゃあ次いきます。次がこちらのお皿です。これはお皿として使うんじゃなくて、この上にリップとかを置いてインスタグラムに載せる用の写真を撮るために買いました。それご飯で食べる。ご飯でもいいんだけどね。可愛すぎちゃうからね。はい、これで今600円。次はですね、こちらちょっとゆあにちょっと使ってほしいもので、これね、どうやって使うかって言ったら、ちょっとこんな感じで使うので、ちょっと見てください。はい、こんな感じでポストカードをここに入れるだけですごく可愛いインテリアになるので、こんな感じで使うために買いました。可愛いな。はい、次、ちょっと見て。ママって。こっち、ママってママって男子系だった。男子系、そう。実はこれ男の眉毛をセットするって書いてあるんですけど、眉毛の整えやつ欲しかったんだけど、男用しかなくて、結構迷ったの。これ可愛くないしどうしようと思ったんだけど、でもこれすごいなんかフォームもついてたし、ちょっと何こうめ櫛もついてたし、ちょっと男って書いてあったけど、これ買いました。え、もう800円。いやー、俺もできないさ。いや、次ママ900円目。こちらはこれゆあに。そんなの見てない。これはちょっとゆあにあげます。え、やって何これ。ハートも可愛いしさ、この絵も可愛い。なんか今机の上にね本とかいろいろボンって置いてあったから、それをちょっと整理してほしいなと。うわー、可愛い。ももちゃんがね嫉妬すると思ったんで、これはももがおもちゃを整理するんです。これも200円。もう1100円じゃん。違う、これは別。これは別。あ、一緒だ。自分じゃないからさ。1個だよね。うん、あと1個100円。あれ？はい、違うの。ダメだよ、話を聞いて違う。500円言った人に言われたくない。でも聞いて、話を聞いて。これね、違うの。50円だったの1個。え？ほんと。どこにも証明されてない。本当なの。違う、100均だけ2個で100円だったの。本当なの。セールって書いてある。100均なのにセールやってたの。で、50円で100円なのこれ。で、ちゃんとでもママ消費税があるからあ1500円ということで、ママとゆあのもの以上ですね。じゃあ次、ももちゃんお願いします。ももは何買ったんですかね。これさ、いいよ。まずこれはもう遊んじゃったんだけど、これ今昨日さ、やっちゃったね、顔の本だね。まだいっぱいあるよ、この。まだある。あ、これもやった。これと、これです。はーい。あとはちょっと違う。あとね、まだね、違うペン字とかあるんだよ。こういうやつ。あります。すごいのが見てください、これ。トレーニング箸。お箸のさ、トレーニングするのって100均に売っててびっくりしたの。前までさ、ママ赤ちゃん本舗とかさ、そういうところで買えるものだった。ダイソーにもあったよ。ダイソーで買ったんですけど。はい、という次お願いします。次、ももがね、次がももちゃんもすごい気に入ってお風呂でいっぱい遊んでるんだよね。ホテルに。これ、まずハンバーグ。フォークで刺せんだよね。そう、すごいの。お子さんいらっしゃる方におすすめ。これ、こんな風に100円なんですけどたくさんついてるし、こうやってあ、待ってね、すいませんくださいって言ってね、はい、お皿もついててお風呂でね、うん、お店屋さんごっこできるのですごいね、お風呂入るときにねすごい楽しんでやってる。はい、はい、どうぞ匂い嗅いでみてで、最終的にねどんな対決なのかって言ったら、これ系統決まってないしね、うん、いや買ったものもちょっとめちゃくちゃなので、どういう対決にする、これどうする、何が勝ち、使えそうって思ったら勝ちにするじゃん。いや、男にモテそうな。男にモテそうなもの。それは今じゃないコスメ。どうかな。わかんないんですけど、まあじゃあどうする？決めないと。じゃあ家をきれいにできる。できる対決でいいの？じゃあコメントに書いてください。この髪の毛。どっちが家に使えそうなものを買ったかっていう対決になったらしいので、コメントにお願いします。書いてください。はい。はい。100均楽しいよね。そうなんだよ。100均もうね、もう1万円分買いたいぐらいなのも、あ、これ買って、もうこれ、うわーってなってね。そう、結構前にやった時にすごいリクエストが多かったので、またやってみました。以上です。それでは、またねー。また